皆さんご無沙汰しております。一周空いてしまいました。楽しみに待っていた方々がいらっしゃっていたら幸いです。またごめんなさい。では始めましょう。いきます。ドドチェンのレディオスワリアボリューム4。パフパフ。どうも、始まりました。ドドちゃんのラジオストラリアボリューム4。前回前週ですね、次の日に WWWX ヤングブロというライブのイベントがありまして、それの準備をしていたらもうこんなん撮ってらんねんだよっていうことになってしまいまして、ずるずるするですっていう YouTuber 僕最近見てるんですけど、そんな感じでズルズル来ちゃいまして、今週になってしまいました。早速です、またもう一つご詫びしなきゃいけないことがありまして、前回の恋愛コーナーでそれに向けたお便りいただいてたんですけど、紹介できなかった方がいまして、そちらちょっと早速、恋愛相談コーナー第2弾いきたいと思います。ドドちゃんの恋愛相談コーナー答えちゃうでピョン、始まりました。ドドちゃんの恋愛相談答えちゃうよコーナー、早速がですがお便り読ませていただきます。ラジオネーム瀕死餃子マーク、ドドさんこんにちは。朝の身支度の BGM にラジオーストラリア選んだら心が起きた、元気になりました。ありがとうコアラマーク。最近恋愛で恥ずかしかったことは、好きな人のネットストーキングをしている最中に好きな人の裏垢のだいぶ前のツイートを誤ってファボしてしまったことです。恥ずかしかったというより死にたい話。これはわかります。僕もすごくあります、経験ありますよ。本当に、あ、BGM になってたら本当に良かったですはい僕もありまして、僕高校の初めぐらいに Facebook クラスで結構やり始めてて、で結構警戒心も浅く、みんないろいろ写真上げちゃってて、僕もすごいめっちゃ上がってて、違う学校の友達にめっちゃそっから落とされたっていう、写真落とされて LINE で送りつけられたっていうのがありましたけど、そこで僕も女の子の Facebook 見てたらいいのをしちゃって、後日学校であんた見てよねって詰められました。めっちゃ恥ずかしいです。でもちゃんと自白しましたすいません。でもだから今回の瀕死さんも特にやばいよね。ツイッターでしょ、ツイッターで裏垢男子裏垢女子流行りですよねそんなね、昔の裏垢をファボされたらやっぱ本人もビビりますよね。なんでわかんない、なんで知ってんのって、なんで俺の裏垢知ってんの、怖いってまあでもそれをきっかけにね、恋が始まることっていうのはすごくあると思うんですよ。だからそこで素直に瀕死さんが思いを伝える、そして、ゲットリアルライフイエーっていうのがいいんじゃないですかね。やっぱね、何でも正直に言わないとダメですよ。隠したいと思うことほどね、正直に言っていこうっていうのを僕も最近実施してまして、僕のすごく隠したい話もあるんですけど、ちょっとそんな関連で瀕死さんはぜひ、素直になってね、いい恋愛につなげてって言ってほしいと思います。僕もちょっとそういうところで正直になります。今回僕ですね、前の仕事でちょっといたずらしてしまったっていう、懺悔させてください、ここで。僕、まあ、某飲食店のあれでですね、浜松に行ってたんですけど、で、そこで、まあ、社員が3人で、僕と店長ともう一人の社員で、で、まあなんか店長が結構問題児な店長でして、もうお客さんにブチ切れるんですね、結構。で、まあ僕もちょっと、
もうそれがもう店の雰囲気悪くしてて、もうほんとたまったもんじゃねえなってムカついてて、で結構自分は遅くまで働かされるっていうか、店長はだいたい6時、夕方の6時には上がるシフトなんか作ってて自分で、で俺は基本的に夜最後の締めまでやるんですよ。で締めになると俺も最後一人になっちゃうんですよ店で。で悪さしたくなっちゃうんですよ。ごめんなさい、これ懺悔ですよ。皆さん密告しないでくださいね、懺悔なんで。牧師さんになった感じでちょっとちゃんと聞いてください。でですね、ちょっとあまりにもムカついちゃって、でその店長事務所のパソコンっていうか、その事務所の机があるんですけど、そこに目薬を入れてて、で俺目薬あんの知ってて、で俺これちょっとなんか腹立つことがあったんですよね多分。でちょっと誰もいなくて、もうちょっとむしゃくしゃしちゃってですね、僕その店長の目薬をちょっとこっそり引き出しから取り出しまして、ちょっと私のですね、お尻にくっつけてちょっと仕返ししちゃったんですよ。すいません、本当に悪い人、本当にひどい人間ですよ僕って。すいません、本当に今自分でも反省してます。でそれをお尻にくっつけてですね、またそっとですね机に戻していたんですよ。で後日、店長は全然そんなこと知らずに、やっぱ結構目薬つけるんですよ。でもなんかそうして今思うと、その後なんか店長の目が腫れてたなっていう感じで、本当にごめんなさい。店長元気にやってますか？僕も頑張ってます。すいませんでした。これはもう炎上しちゃうから、こんな放送してると。懺悔放送、ズーちゃんの懺悔、罪深いですから、いろいろあります。すいませんでした本当に。これは、皆さんの心の棺に入れて埋葬してください。よろしくお願いいたします。ということで、先週ですね、いろいろイベントがありまして、まずは月曜日、ラップっていう日本語ヒップホップインターネットラジオがありまして、そちらで、レジェンドラッパー高木寛さんの番組に私と、私のカーテンのミュージックビデオを撮っていただきましたシンゴスターさんと2人でですねお邪魔して、ラジオお邪魔してきました。やっぱさすがですね、リアルラジオオーストラリアは時間とやっぱちゃんと脚本書いてあって、で DJ の方と PA の方と、あとは構成っていうか、その進行係に柳武さんって、ブロック FM の僕大好きだったインサイドアウトっていうアクロさんとか渡辺志保さんがやってた番組に出ていらっしゃったと思うんですけど、僕の記憶ではその柳武さんもいらっしゃってすごく楽しかったです。で僕ちょっと嬉しかったのが、僕のその FNT の由来は何ですかって高木寛さんが聞いていただいて、これ簡単に言いますと、 FNT っていうのは瀕死っていう意味の略でしてね、このポケモンが死なないように、私たちも決して死なない粘大な存在ですっていうことを話したら、いいですねっていうお褒めのお言葉いただいて、あんまりこの話してもほーんみたいな、何言ってんだこいつみたいな反応が、塩対応が多いんですけど、高木寛さんめっちゃ優しかったです、ありがとうございました。てなわけで、その後は、WWX でヤングプロライブさせていただきました。出ていたのがレックスくん、パワー DNA さん、そしてサントワールドビューさん、そして僕、そしてスリーピーボーイズの、DJ の皆様、3人組のトリオの皆様でして、僕の、反省から言いますと、もう少し、なんかね、その舞台がすごく非常に特殊でして、来ていただいた方、誠にありがとうございました。そしてご挨拶させていただいた方々も、また楽しかったです。ありがとうございます。いろいろいただきました。で、そのライブ会場が、その出島っていうか、その、
お客さんの真ん中にポツンと島があって、そこで、ライブするみたいな形で、すごく新鮮でした。楽しかったです。ただですね、もう少しやっぱ僕どっちに振り切るのかっていうところで、やっぱ M に持っていくのかっていうと、やっぱね、M に持っていかないといけないなっていうところでね、もっともっと締めとしたウェッティなトドちゃんライブしていかないといけないな。鼻水だらだら、そこがちょっと反省点でした。で、このライブの映像も、3曲だけブラックファイルさんで、放映されますので、ぜひ、皆さん軽くチェックしてください。はい。で、その次の日に、スペースシャワー TV ブラックファイルさんで、インタビューしていただきました。私のインタビュー動画ついに YouTube で公開されました。ありがとうございます。もうこれは本当に僕ドキドキ出てしてん、このインタビュー大丈夫なのかと。私みたいな何も武勇伝がないゾゾちゃんが大丈夫なのかと心配してたんですけど、さすがです。さすがブラックファイル、日本を代表するヒップホップ密着番組、日本のシーンを支えていると言っても過言ではない番組ですからね。さすがでした。ディレクターの沼田さんはじめ、カメラマンチームがですね、私の地元川崎市中原区まで来ていただきまして、撮っていただいたんですけど、まあまあうまくまとまっているっていうか、もう感動の終わり方をするって、さすがですね。それって俺どうやって作るのかなっていうぐらい僕も感動しました。皆様もたくさんのコメント、視聴していただきありがとうございます。たくさんコメントありがとうございます。本当にそう、ね、このインタビューで最後ロールスロイスっていう締めで終わってるんですけど、本当にね、乗れるように乗ってこの動画を見るような回ができればいいなと思っております。まあでもね、結構かかると思うんですよ、僕の生き方から見てると。もう僕占い大好きで結構占いするんですけど、四柱推命だと僕はやっぱ終わりですね。終わりっていうか50、40それぐらいから盛り上がるってことなんで、皆様それまでぜひドトちゃんの、ことを頭の隅に置いといて、ちゃんとチェックしておいてね。すいません。そんな感じかな。で、で、そっか、こう来たのか、普通に。で、最近ですね、楽しみっていうか、僕の家の、ちょっと、小さな庭みたい、庭っていう、もう花壇みたいのがあるんですよ。小さな花壇が。で、そこで、今年の夏に、ピーマンとミニトマト、そして唐辛子、を、苗買ってきて今、育ててるんですけど、僕はちょっと唐辛子をちょっとすごく楽しみにしてて、ぜひ皆さん、唐辛子出来上がったらですね、インスタであげたいと思います。はい。すごく楽しみです。水あげてます、毎日。この前はナメクジがいましたね。なので、ナメクジをちょっと、投げました。はい。はい。で、まあ、それはさておいて、もう一つ次のトピックいきましょう。次のトピック、最近ハマってることっていうことで、体をね、ちょっと鍛えなきゃいけないっていうことで、ブヨブヨですよ。私、体を使う前職でしたので、だいぶこれで痩せたんですけど、それもやめてからもう2年近く経っちゃうのか。2年近く、そう、次の11月で2年になっちゃうんで、怖いな、もう無理。もう無職2年かよ。ということで、体もだいぶ衰えてきまして、最近、ナイキトレーニングっていう無料のアプリがあるんですけど、それ、100ぐらい、ちゃんと、組まれたトレーニングセットがありまして、それを最近やってます。で、それを終わった後にザバスのソイプロテインのミルクティー味っていうのがめっちゃうまくてですね、これゴゴティーの
ミルクティーにバニラを足したみたいな、そんなめっちゃうまいやつを飲むっていう、それをちょっと最近習慣こなしておりまして、それがあれ楽しんでおります。で、それに至るにあたってですね、そのブラックファイルのインタビューで僕気づいたんですけど、僕歩き方ちょっとすごい癖あるなっていうのが分かって、なんか右に沈んでるんですよね。で、僕骨盤っていうか股関節がちょっとおかしくて、足を上げるたびっていうか、その歩くたびにボキッ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 言うんですよ。で、まあこれも歩き方もいけないのかなっていうところで、ちょっと筋肉もつけなきゃっていうところでですね、今すごく意識しております。へそ曲がりの話ってあるじゃないですか。性格あいつへそ曲がってるからなみたいな。でも実際ほんと性格がちょっとひねくれてると体も曲がってくるんだなっていうのがすごく自負しました今回。やっぱ長年ね、いろいろそのヒップホップだけじゃなくて私生活とかですごく醜いね人間なんで私、そういった中で、醜さがやっぱ体ににじみ出てきてたんだなっていうのがすごく思いますね。最近やっぱね、皆様にイケメンになったねとかいろいろ言っていただけるようになってきてるんですけど、まあもちろんその前職でめっちゃ体飲まず食わず働いてきたっていうのでシェイプアップされたっていう部分はあるんですけど、それ以上にやっぱその気持ちをね、やっぱね、そのもうネガティブがだいぶ出てこなくなってきたんですよ最近。やっぱそれによって内側から湧き出るビューティフル、それがね最近すごく感じております。ぜひ、可愛いを目指している乙女の皆さん、そして可愛いを目指している、少年の皆さん、素敵な男性、素敵な女性の皆さん、ぜひね、内側から美を高めていこうっていうのがドドちゃんなんで、皆さん瀕死、頑張っていこう。瀕死はやっぱその、基本的にはそのゼロからの出発なんで、どんどん変わっていけるっていうことでね、皆さんぜひ頑張っていきましょう。僕最近その内側から生まれ変わられるっていうのがすごくぴったり合うこの方、グッチメインさん本当すごいですね。皆さんご存知ですか？グッチメインさんっていうのはアトランタ出身のラッパーでですね、僕のにわか情報ですけど、アトランタ出身のレジェンド的な、もうアトランタを代表する、スーパーラッパーなんですけど、その彼が最近刑務所から出てきまして、刑務所前はですね、ほっぺたにアイスクリームのマークが入って、なんか、恐竜の子供みたいな顔してたんですけど、グチメインさん。その彼が出所してきて、見違えるほどに、スマートじゃなくて、その、スマートじゃなくて、痩せ、もうムキムキだし、表情も全然違う。もうアメリカの業界っていうか、そのネット界隈ではクローンだと。ついにアメリカ政府はグッチメインをクローンにしてきたかっていうことで盛り上がったグッチメインさん。今回アルバム出されまして、最近ですね、1週間前ぐらいかな。ジャケが、俺、最初ジャケを見たのが、デイビッド・スマッシュさんっていう僕の、まあこれちょっと武勇伝がまたプレスにある、またあと今度話しますけど、そのデイビッド・スマッシュ・デイビッドさんっていうプロデューサーがいて、その彼が写真を上げてて、え、これ誰？あ、新しいラッパーなんだと思って、その人のアカウント開いたら、え、1000万人ぐらいフォロワーがいて、え、こんな新人すげえなと思ってたんですよ。そしたら、あれ、これグッチメインだと思って、今こんなになってんのって、その出所してきた時よりも、さらに磨きがかかっておりまして、ロールスロイス2台に、片足ずつ乗っかってっていうジャケットなんですけど、その腹筋の割れ方とかも、すごいセクシーな
割れ方してるんですよね。あの僕の大好きなニプシー・ハッスルさんっていう亡くなっちゃったラッパーの方もすごくあのスタイル良くて、もう僕も憧れの存在だったんですけど、ちょっとそのニプシー・ハッスルに似せてくるぐらいに細マッチョでめっちゃやばいっす。皆さんぜひチェックしてください。だからね、彼も僕のにわか情報ですと、そのグッチメインさんももうリアルギャングスターラッパーなんで、で彼とビーフをしていたヤングジージーっていうラッパーがいまして、その2人でビーフをしているって、でそのヤングジージーがその敵ですよね、敵のグッチメインのチェーンを持ってきたやつには懸賞金を渡すっていうのを言ったんですよ。そしたらファンがリアルでガチにやっちゃって、女を抱かせてる間に奪いに行くっていうのをやって、で行ったらグッチメインに撃たれて多分死んじゃったんじゃないですかね。それで刑務所に入ったっていうのが僕のにわか情報なんですけど、それぐらいリアルな、ね、方だっていうか、まあそういう方もやっぱその、刑務所で本当に更生したのかなっていうか、プログラムがすごいあったのかなっていうのが、こんな変われるんだっていう、もう僕も一緒ですから、僕もどんどん変わりたい。そういう、変わる人を応援するのが、このドゾちゃんのラジオストラリアなんで、皆さんもぜひ変わっていきましょう。てなわけでですね、そのいい話は終わりました。僕もやっぱその性格でもね、いますよ。僕のね、身近でもやっぱそのネガティブを口に出しちゃう子がいるんですけど、やっぱね、ダメです。そういうのは。ネガティブはできるだけ抑えていこう。はい。皆さんもね、いろいろネガティブなこともあると思うんですけど、でも仕返ししちゃってもいいと思うんですよ、僕みたいに。それを反省するっていう、そういうサイクルで生きていきましょう。はい。次に僕が言いたいことあったかな。で、そうそう、いろいろちょっとコメント、前回いただいてたコメントがあるんで、それを読んでいきたいと思います。ラジオストラリアボリューム3のコメントですね。まず行きましょう。ケンタ藤森さん、どうぞ今度遊ぼうよ。今度遊ぶ、これ遊ぶっていうの僕昔から難しい言葉で、遊ぶって何を指してるのかなっていうのがなかなか分かんないんですよね。僕最近になって、まあお酒もね飲むんで、まあ、遊ぼうよっつったら、まあ酒を飲んで騒ぐっていうのが遊びなんですけど、難しいですよね、遊ぶって。皆さん、どうやって遊んでます？ボーリング？映画？ゲームっつってもね、あんまり友達とゲームやってあんま面白いと思わないんですよね。なんか僕のブラザー、拓郎くんっていう子がいるんですけど、タクロくん家にスイッチがあって、スイッチの大乱闘スマッシュブラザーズのスイッチ版やったんですけど、あんま面白くないですね。なんか戦って終わりじゃないですか。そのプラスがないから、なんかそこがつまんない。なんかマリオカートとかもレース勝ったからで何みたいな。そこがもう面白くないですよね。逆に、女の子と遊ぶ、ってなっても、まあ会話ですよね。結局は男も女もカンバセーションが楽しいのかな。だから酒飲んでカンバセーション。ってことでケンタさん、はい。ちょっとケンタさんのこと僕、ちょっとじゃあ友達になれたら遊びましょう。ということでありがとうございます。 G 君さん、やっと聞けたぜ、みんなのエピソード説明。これ G 君さんって前多分連れの子の方がモテてたっていう話のお便りくださった方ですね。ありがとうございます。いやもう切ないっていうのはいいですよ、切ないのありがとうございます、聞いていただいて。次、
前のボリューム2のコメント読めてなかったやつ。キーさん質問です。キーさんですね、コメント質問です。ドドさんにとってヒップホップとは何ですか。これヒップホップっていうのは僕にとって青春ね。僕ヒップホップってすごく青春要素がすごい強い文化だなと思ってて、青春っていわゆる思春期だと思ってるんですよ。で、思春期って何ってなると、そのいわゆるネガティブポジティブいろんな気持ちが子供子供なんですよね。子供っていうか、そのそこのいっぱい湧き出て、で湧き出なくなる大人とのその移行する感じなしが思春期だと思ってて、で結構ヒップホップってそのネガティブワード的な、まあネガティブ攻撃が多いじゃないですか、基本的な部分で。それって思春期なんですよ、僕の研究成果によると。で、そういうのがヒップホップだと思ってて、だからそういう要素がなくなってくると、ちょっとこれはヒップホップなのかどうなのかなっていうところがあるんですけど、ヒップホップってね、難しいですよね。ロックって何ですかみたいな。それと同等のジャンルですよね、この。大きいですよね、ヒップホップって。だから僕にとってやっぱ青春なんで、まあ人生でもあり青春なんで、まあ青春が僕の人生なんで、青春、自分は人生、わかんない。まあとにかくですね、僕にとってヒップホップっていうのは、自分をこう高めてくれましたよね、結局は。それはすごく思います。成長させてくれたっていうか、まあそれはヒップホップじゃなくても別にね、スポーツやられてる方はスポーツでもそうだし、ろろうし、勉強でもそうだろうけど、まあ何でも一生懸命になったものって自分を高めてくれますよね。ぜひ皆様も高めてください、人生。はい、ありがとうございます。次、またG君。ドドちゃんのこといろいろ知れて楽しいで、ずっと続けてくれよな。ありがとうございます。もうできるだけ続けていきます。で、これ、Beats One。Apple Music Beats One で流しましょう。ラジオオーストラリア。ドドちゃんのラジオオーストラリア。いけますよ。皆さんの力でお願いします。すいません。パッセポッセさん。I love your drawing.そうなんですよ、トトちゃんの絵、皆さんお褒めいただいてありがとうございます。僕変な絵描けるんですよ。変な絵なんでですかね、この変な絵ってのは。なんか高校の時にその絵描きすぎて友達に頭おかしいんだねって言われました。同じ絵ばっかり描いてるから。でもなんかちょっとそういう無意識的に出てくるんで、ちょっとそのスピリチュアルな絵ですね。ぜひ皆さん、とくりさんの大とっくり展の後はドドちゃんのドローイング展開きたいと思うんで、絵描きためます。よろしくお願いします。次、アンモンミンさん。初めてのフェラの相手が幽霊は草。もうだからそうやばいね。でもその後もちゃんとフェラーちょっと経験しましたんで、はい。そうなんですよ、東扇島公園っていうところでフェラーしてもらってたら、おじさんに前通られたっていう恥ずかしい思い出もあるんです。ギャンギャン。ありがとうございます。続いて、ペフィカンさん。ドドさんの音楽人生大雑把でいいので語ってください。あと作曲するとき気をつけていることも知りたいです。なるほど。僕の音楽人生ですね、大雑把に言うと、父親のやっぱ影響で洋楽が好きだったっていうのがあって、それでどんどんまあ自分なりに聴いてみたいなっていうところで探していった中でヒップホップがこう当てはまっていくと。で、それを聴いていって、まあ日本語でもできる。じゃあ自分でもやってみよう。で、まあやってみる。で、鳴かず飛ばず第1期だよ。頑張ってるよっていうことで。
だからね、これがもう少し早いタイミングで進んでたら、もう少し違う結果になってたと思うんですよ。なので僕は、子供ができたらですね、万が一、子供ができたらもう早い時期から、教えます、音楽のことを。それは僕が一番したいことですね。で、作曲するとき気をつけてることは、僕のトラック、まあ、トラックに関して、作曲に関して言うと、まあ、一番は聴いてて心地いいもの、メロディーに関してはやっぱ心地いいもので、まあ、無駄な音は極力入れないようには努力しています。そしてあと一番はその曲の盛り上がり、盛り下がり、それは意識してますね。なので僕的には、8小節パターン続いたら、まあ、次は A っていう8小節だったら、次は A プラスみたいな、次は A マイナスで B みたいな、そういったちょっとちょこちょこいじる。で、あんまりループはさせたくないっていうのが僕があるんで、まあ、コピペで次の前のループがあっても少しいじって調整はしてます。はい、まあ、あとは一番は自分がね、聞いていいと思うものが作曲してます。それだけですね。ありがとうございます。テディ・ヤング B さん、 BGM の選曲、これ皆さん、gutinstruments.com って知ってますか？gutinstruments.com っていうのが、いわゆる US で、まあ、いわゆるメジャー級の曲のインストルメンタルが手に入るっていう、サイトで、やっぱね、アメリカってそういうサイトがすごい充実してるんですよね。ジーニアスも、もともとラップジーニアスっていうところから始まっているし、で、それをラップジーニアス調べるのに分かんない言葉は、アーバンディクショナリーっていう、向こうのスラングディクショナリー、みんなが作るディクショナリーを読むでしょっていう。で、曲は datpiff.com っていうミックステープを、落とすサイトがあるんで、無料で。もうこれは本当に皆さんオフィシャルでやる datpiff.com っていうサイトがありまして、これがまたすごいですよね、本当に。もう聴いてもらうっていうのが一番にしてるっていう。だから、プロプスをつけることに一番名誉を置いてる、ね、あれを置いてるっていうスタイルっていうのは、最近は本当にインターネットの普及で、ね、YouTuber とかの普及ですごく当たり前な話ですけど、全然日本になかった考えだなと思って、当時。やっぱ少しでもそうやってお金を取って聞かせたり、お金を取ってやるっていうのが主流だったと思うんですよ。全然違いますよね。だからそんなことよりも知名度、フォロワーがいればいいんだからっていう考え、ファンが、それこそファンベースの考え方っていうか、資本主義の考え方なんだろうなっていうか、アメリカすげーなっていうか、そういう日々です。アメリカは本当にすごいですね。その文化力っていうか、日本の文化がどうこうって言いますけど、やっぱ日本のね、その歴史的なね、蓄積してきた文化はありますけど、やっぱ今現時点でリアルで作っていくっていう文化を作っていくっていうのは本当にアメリカすげえ。いや、だってアメリカは本当にすごいとしか言いようがないんですよね。特に音楽方面から見てると、もう世界を牽引してますもんね。はい、続いてそんなコメントは大体こんな感じかな。そうで、なんか話そうか、何の話がいいかな。そう、最近の僕の悩み聞いてください。そう、本当は慰めようのコーナーだったんですよね、このボリューム4は。だけど誰も慰めてほしい人いない、みんな幸せな子だったんで、僕がちょっと悩み自分に相談します。最近ですね、僕なんか臭いんですよ、またなんか臭い、汗臭いんですよ。で、
これ何が臭いのかなと思って、まあまあ、こう学校行って汗かいてくるじゃないですか。で今日も帰ってきて服全部脱いで、どこが臭いのかって、もうやっぱ場所ね、あのね、原因追求しないといけないんですよ。臭いと思ったらまず、いや分かりました、ちょっと今日は僕のもう臭い、今匂いに悩んでる皆様に向けてドドちゃんの匂い対策コーナー、これね、まず自分が臭いなっていうか、なんか臭いと思われてるなと思ったら、まずはどこが臭いのか原因を追求する、これが一番大事です。でまず僕も臭いなと思って帰ってきて服全部脱ぎまして、まあ一通り服をかぐと、まあその臭いところではここが臭いのかっていうのが分かるんで嗅いでいったんですけど、まあ全然あんまり臭くないですよ、服は。その自分が今嗅いでる臭さとはちょっとほど遠くて、なんでかなと思ってたんですよ。で、まあもちろんね、ちょっと背中の真ん中がちょっとまあかすかに汗臭いんですけど、まあそれはまあ、まあそこは今後対処していこうと、そこは重点的に洗おうというところで対策が一つできますよね。でまだその本命の匂いが取れないんですよ。でまあこれなんで分かったかっていうわけでもないんですけど、まあなんかね、顔が臭いんですよ、顔が臭い。なんか顔って意外と汗かきます、皆さん。俺結構顔汗かくんですよね、鼻の下とか鼻の頭とかおでことかで、ここが臭いんじゃないかっていうことで、でもね、顔の匂いってね、鼻が顔についてるし嗅げないんですよ。でこれは困ったっていうことで、まあ僕すみません、ちょっとあんまりこれちょっと好感度下げる内容なんで P にしたいんですけど、まあここは正直なゾゾちゃんなんで言いますけど、あんまり顔をその石鹸では洗わないんですよ。水お湯オンリーでしかあんまり洗わないっていうのがあって、でこれがやっぱいけなかったのかなっていうところで、で最近はもう洗顔でちゃんもうゴシゴシ洗ってます。そうしたらね、やっぱね、ちょっとだいぶ匂いが落ち着いた気がするんですよね。そうだからね、皆さんもぜひ、何でもそうですけど原因追求っていうのは大事ですから、何事もそうです、人間関係でも何でもね、因果応報っていうぐらいですから、原因がありますからね、それを追求していくっていうのは大事です。皆さんもぜひ僕の失敗談を役立ててください。はいそんな感じかな。僕もね、そうだから、どんどんそういうマイナスなところはね、取り除いて、いつかはグッチメイみたいになりたいんですよ。ぜひよろしくお願いします。で来週の予定は、そう来週、そう今週の日曜日にミックスドバイアリーっていうケンドリック・ラマーのもう専属のエンジニアがいまして、で彼のワークショップが全国ツアーで、アメリカ、ヨーロッパ、カナダ、いろいろあったんですけど、それの日本版が今週の日曜日、私の地元川崎市高津区専属学園音楽大学っていう私の母校で行われるっていうのを私の同期の子から連絡が入って、もうそんな連絡わざわざくれるぐらい本当優しいな、本当にありがとう、俺が行くしかないよっていうことで、でそう、その同期の子は2人今アルバイトしてまして、その大学で1人は神様クラブっていうバンドをやっている男の子の天音くんっていう子ですね。彼は結構顔イケメンなんですけどね、性格はちょっと面白いです。でもう一人は俊美くんっていう、彼もバンドやってるんですけど、彼はいい子ですね。彼と僕大学時代の文化祭でピコ太郎を真似たピコ二郎とピコシロウっていうのをやったんですよ。
で、あのツイッターに上げられてバズったっていう、学校内で、はい。あ、そう、その時に僕好きだった子がいたんです。あ、やべ、ごめんなさい、話されました。そんな話はいいな。そうだからね、声大きいドドちゃん頑張ります。で、ここだけの話、今次の T シャツ制作、コラボ T 作ってます。コアラ T やばいですから、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。で、この T シャツ、販売2つっていうか、コラボ T なんで、もう一方と僕とで販売になると思うんですけど、はい、楽しみにしてください。で、おかげさまで、天国スタジオ T シャツもう完売近くなりました。皆さんどうもありがとうございます。これからも次の品種の回に向けて第2回ドドちゃんコレクション作りためていきたいと思います。そうですね、やっぱ可愛い目指してますんで、可愛い服作れるように、まあ服っていうかロゴね、ロゴ作れるように頑張ります。皆さん、まあそんなわけで、今週はこれぐらいでおねんねしましょうか。じゃあ来週、ケンドリック・ラマー専属のエンジニアのセミナーの体験で話したいと思います。皆様、お便りお待ちしております。どしどしインスタ DM またはメールアドレスまたは僕のコメント欄に、YouTube のコメント欄に書いてください。じゃあ、おやすみなさい。どうも。ありがとう。